Wow Screen。おはようございます。アローズスクリーンの審査です。さて本日は北海道札幌市にございますこちらベガスベガスたぬき工事店さんにやってまいりました。今日は先着順での入場ということで整理券の配布はございません。バラエティーコーナーにも最新台が導入されておりますし、もちろん多台数設置の大人気機種もたくさんありますから、今日は何に挑んでいこうか、開店までの時間しっかり考えてこの北海道収録に臨んでいきたいと思います。それでは審査の街道日記第613話よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ行きましょう。あー、ここは天国じゃ。やっぱり店内のこの暖かさはいいですね。おはようございます、よろしくお願いします。やっぱ寒いな冬の北海道。さあやってきましたベガスベガスたぬき工事店さんです。絆ですよね、やっぱりね、人気が高いコーナー。お選びの際は、あ、ここか。あ、シワの時がある。緑とか、ビワ2もある。わ、ちょっとこれいいね、ビワ2とシワの時いいですね。誠にありがとうございます。あ、あったあった、シスクエ取れました。シスタークエスト時の魔術師と悠久の姉妹。さあやってまいりました。今日は北海道札幌市のベガスベガスたぬき工事店さんです。いや、もう本当に魅力的なこのバラエティーコーナー、いろんな機種が並んでるんですけれども、その中でも、最新機種になりますシスタークエスト時の魔術師と悠久の姉妹、今日はこちらを朝から打っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ街道日記番外編で一度実践の方を行ってますが、本編の中で打つのは今日が初めてということになります。 A プラス ART 機となるこちらの台、通常時はですね、ART やチャンスゾーンだけを目指していくという感じではなくて、ボーナスそして ART ともにレアからの突入率はやや高めとなってますから、結構ですね、当たりは拾っていける台かなというイメージです。確定役を除いては強チェリーが1万ボーナスを整理した高い役ですね。そして通常時の ART 直撃に関しても強チェリーがやはり強いと。そしてチャンス目ですね、その次にボーナス調整に期待が持てる役が、なので通常時は強チェリーチャンス目、これをいかに引けるかというところがポイントになると思います。さあバラエティコーナーですけどね、こちらは本当にいろんな機種が並んでて、古い台から新しい台までかなり多くのお客様が朝から並ばれておりましたが、後ろの方から入っても、何かしら面白い台には座れるだろうというくらい豊富なラインナップになってます。その中で新機種に座れましたので、ここは積極的に朝から攻めていきたいなと座りました。さあここは赤枠来ました、レア役のチャンス、チャンス目になりますね。さあチャンス目の後はボーナス当選に期待です。発展ランドール兵団、残り100体のキャンドールを撃破できれば大当たり、25体です。残念。はい、ボーナスは非当選でしたけれども、先ほど申しました通りレア役からはボーナス抽選と ART 抽選両方行われております。そして ART の前兆ステージに当たるのがこのモンスターゾーンです。前兆ステージはこのモンスターゾーンともう一つフェニックスゾーンというのがありまして、フェニックスゾーンの方が期待度の高い前兆ステージにはなりますけれども、
モンスターゾーンからもですね、十分 AR という突進の可能性ありますから、ここは期待したいと思います。さあ今度はチェリー出現です。ジャックチェリー、あ、またチャンス目来た。こんな組織な、当たってましたね。今のチャンス目でしょうか。ゲーム数はまだ40ゲームと浅いところです。ボーナスです。早かった。そして最初のボーナスはビッグボーナスでございます。よし、これは気持ちいいですね。ストーリーボーナス特定です。あとは今モンスターゾーン中ですからね、 ART の前兆という可能性もありました。となるとこのビッグボーナスの後 ART 発動となるかどうか、非常に楽しみなボーナスですね。さあこれで今日最初のストーリーボーナスが終了となります。ストーリーボーナス獲得枚数は204枚です。ART あるでしょうか。モンスターゾーン中のボーナスでしたが、ここは再びモンスターゾーンから、さらにここで ART まで来ればかなりいいスタートとなります。このロールプレイングをやってるような雰囲気になるっていうのもシスケの面白いところで、この音楽もいいですよね。もうまさに RPG という感じの。さあこれでハートが溜まってレベルアップのチャンスとなります。まだレベルは1のまま。泣き虫、これ今エフェクト、青いエフェクト出てますけど、ここからステップアップ演出という感じになりますね。さあ青緑となりました。さらに色が変化すればチャンスです。あ、発展、ちょっと発展先弱いですね。山根のお魚大作戦、もちろんここは演出成功なら ART というところですが、はい、残念、外れです。 ART 当選はありませんでした。ART 中はこの絆が ART のセット数のストックということになりますから、絆ランプがつくという絆獲得演出は非常に嬉しいんですよね。ちょっとそのイメージが強いので、通常時もこう絆って出てくるとおろっと思ってしまうんですが、まあ、ここは内部状態の下、ただ1人がつくというのはよくありますからね。やっぱりここも2つ以上ついてからがチャンスという感じですね。ちょっとこれはさすがに厳しいかなと思います。早めに動きましょうか。ART に入れられるかどうかっていうのはかなり大きなポイントになる台なんですが、やっぱりなかなか ART に突入してくれない台っていうのは追えば追うほど苦しくなると思いますので、ここはちょっと残念ですけど ART 一手のままやめます。移動します。悩みますね。朝からバラエティコーナー入った時に、まあ、シスクエ相手なら座ろうと思ってましたが、その並んでる機種を見て、緑のビバ2と修羅の時が並んでて、まあ、その他にももちろん魅力的な機械たくさんあったんですが、なんかその2つがすごいこう印象に残ったんですよね。バチってきたんですよ、これだって。でも今日はシスクエ打つって言ってたし、シスクエ行こうって。ただもうこういう状況ですから、どちらか行きます。ビバ2か修羅の時か、行きましょう。ここも300枚には届かず終了です。消化中ビリーゲットはできず、ドンちゃんドラムはありませんでした。獲得枚数は190枚ありましたが、 ART は一戦で終了です。いや、すごいっすね。
はい、今回の札幌収録ベガスベガス田野彦さんですけども、スロットはシスタークエスト、修羅の時、緑ドンビバツと打って、結局 AT に当選したのは修羅の時だけ。しかし獲得枚数は大した枚数出せずに、最後はパチンコ頼み、やってきたのは花のケージ、雲の彼方2でございます。確率は上に書いてある通り319分の1、そして初当たりの 50% で確変突入ですね。確変突入時は、まあ、65% の継続率というところで、プラス1万発ぐらいになれば勝ちです。さあ、そして花のページシリーズもいくつか出ていますが、こちら街道日記の中で打つのはこれが初めてということになりますので、いろいろ演出見ながらワクワクしながら回していきたいと思います。ボタンが出た、赤だ、え、赤ですよね、赤保留ですよね、チャンスじゃないですか。ちょっとちょっと、さあ、どんなリーチが見られるんでしょうか。結構ね、青保留や緑保留ここまでありましたが、赤は初めて、赤ですよね。あ、金扉、チャンスだ、お願いだ、ここで当たってくれ。まだこの台では投資予報です。ここは連符じゃないですか。赤保留に金のふすまですよ。今度は5、もう1回連符、はい、これで疑似3、当たってくれ。キセルはないんですね、キセル予告は。第110番、紫の瞳の涙の巻。さあ、ストーリー系のリーチに行きましたので、もちろんここはリーチの中でも強めのリーチで間違いないと思いますけど、この馬は外れなんすか。外れか。ちょっと今のは赤保留金の妻だっただけに期待しましたが、残念ですね。何かが足りなかったんでしょうね、演出の中でも。やっぱりキセル予告とかそのあたりまで来ないと。で、このセリフの枠も赤だったので、あそこもやっぱり金とかだったらもっと熱かったのかなという気がします。まあ、結果外れだったということですけど、今のタイミングで当たってくれればすね、残り時間での逆転も可能性はあるところでした。しかしまだまだちょっとまだ時間の方はありますから、引き続き回していきます。赤スマ刑事登場。あ、ステージが変わった。ここはリーチですね。さあ、3つ、4分割の風流。まで行きましたね。あ、赤まで行った。え、お、何になるんでしょう。ここは歌舞伎チャレンジ。初めて来ましたね、歌舞伎チャレンジ。歌舞伎なら命を落として歌舞伎倒産にはなりません。歌舞伎チャレンジ。ボタンレンドで歌舞伎を完成させろ。3回転続で大当たり、3回転続で大当たり。
回目。さあ、3つ文字が完成したら大当たりということですね。2つ目、あと1つ、あと1つ、こんなんで当たってくれたら嬉しいぞ。さあ、3つ目、決めれるか。いきます。あー、いった、当たり。さあ、当たった。100回転ぐらいですね。よし、あとは 50% の戦モードを100円と繋がるかどうかでしょう。この後かっこいい。3、え、これも100円じゃないですか。はい、とりあえず当てました。とりあえず当てました。あとは戦モードか、しんがりモードか、あ、で、歌舞伎モードが現れれば、え、レバレバ、はい、はい、歌舞伎モード呼び寄せたら発見なんですね。そんな派手だったんだ。よし、総投手は46本。さあ、あとはどこまでマイナスを減らせるかです。これで、まあ、追い上げのチャンスを作りましたね。よしよし、やっぱ最後のバトルの勝負ってなんかいいっすよね。すごい派手派手。ちょっとすいません、音がすごい大きい。これ回転数が見えない。あ、で今回こっちもいろいろ選べるんですね。さあ、これで1回目の大当たりが終了となりました。ここからは次回大当たりまで継続の発見、戦モードに突入です。で、一応 65% の継続率ありまして、大当たりの 50% は16ラウンドとなってます。さあ、縄文たどり着け。ここはいきなりピンチか。頼むよ。すごい、この映像も綺麗になりましたね。すごい迫力です。おお、いきなりやばい。当たりだぜ、継続だぜ。大不変者。さあ、2回目の大当たりとなります。前田刑事の赤いの槍にでござそろ。さあ、こちらはランクアップボーナスとなっておりますが、12ラウンドの表示がされてますね。これより我ら力に入る。さあ、皆様も気持ちが良いか。よっしゃー、これで終了ですね、ボーナスは。さあ、引き続きここからは戦モードとなります。はい、ザンザン。さあ、どうでしょう、3回目の大当たりとなるでしょうか。起きませんか。これでは貴殿を雪村様。これは貴殿なのか。当たったぜ、3発目。ちょっと学園状態長かったですけれども、これで3回目の大当たりとなります。
さすが KG、めっちゃかっこいい。16ラウンド。はい、これ16ラウンド大当たりとなります。来ましたね。この音まだ大当たりは4回、ここも継続です。ちょっとここは敵の吸収にあってなかなか縄文と立つできてませんから、次はですね縄文と立つでワクワクしたいです。さあ行ってくれ縄文に。してるチャンスか、縄文です。さあ5連目なるか。参るぞ、待てない。はぁー、IKG 最初。さあ5連目16ラウンド。これ1万発ぐらいいきますよ、いきますよ。ってことは逆転のチャンスとなります。これ見えてきましたね、逆転勝利。ここに来て16ラウンド3連発ですもんね。歴代の花の刑事シリーズの、ね、こういう場面も出てきて面白いですね。CR 花の刑事愛ですからね、こちらは。これで5回目の大当たりが終了となります。いかほどあるでしょうか。持ち玉は拡大形跡ではないですので最後に流してみないと分かりません。ただまだ1万発には届いていません。16ラウンドがあと1つ出れば逆転なるかという感じです。さすがに今日はスロットではここまでの追い上げはちょっと難しかったかなとも思います。僕はパソコンに来て正解でした。そしてまたこれだけの選択肢があるお店だからできたことですよね。パチンコもスロットもかなりの台数、そしてかなりの技術。本当に今日はベガスベガス取引工事店さんで良かったなと思います。さあ決めろ、ここで6連目の16ラウンド決めろ。後ろの練習が終わり。しかし今日はこの終了のピンチも何度と乗り越えて16ラウンド今勝たれてますから、ここも継続になってくれると期待しています。耐えろ。あこれはピンチだ。まだだ。これでしたね。まあ、ここも一応大当たりなんで6回目ということになりますけれども、しんがりも踊りとつめとなります。さあ100回転の時短です。ここからはしんがりモード。しかし諦めるのはまだ早いですね。この100回転で大当たり引けばまた戦モード復帰のチャンスとなります。ここまでですね、まあ逆転はなりませんでしたけれども、最後はいい追い上げを見せれたかなと思います。ベガスベガス旅飛行事件さんでの第613話は、これで終了でございます。交換してあとはサファイスを出したいと思います。ありがとうございました。はい、ベガスベガス狸工事店さんでの第613話収録が終了しました。結局今日はスロットコーナーうろうろしながらいいとこなしで中盤パチンココーナーに降りてきまして花のケージ打ちました。しかしこの移動が良かったかなと思います。投資をそこまで大きく広げることなく大当たりを引きまして、結局最後はこちら花のケージでの交換玉数になります。8740玉ですね。コイン換算しますと1748枚の
交換に当たりますので、結果的にはマイナス414枚という結果でございました。いやしかし今日は、まあ、カイド日記で初収録の機種もいくつかありましたし、また初めてこのベガスベガスたぬき工事店さんではパチンコを回すこともできたので、本当に楽しい一日だったなと思います。以上、シーサーのカイド日記第613話でした。次回のカイド日記は、大量の雪に囲まれたシーサ、そんなの関係ねえ、サンバ踊り出せ。次回、シーサの街道日記第614話、ビバ、雪国。次回もよろしくお願いいたします。